いらっしゃいませ。遊びで初級日本語を学ぼうにようこそいらっしゃいました。私はコウです。私はマキです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。私はシンです。どうぞよろしくお願いいたします。遊びで初級日本語を学ぼうというのは、初級日本語についての教材です。どうぞご自由にご覧ください。このカードは珍しいですね。どんなものですか？これはカナダというものです。日本の新年の遊びの一つです。はははって書いてありますね。変な感じがしますね。ああ、正しい読み方は、母はカバンを買います。なるほど。わかりました。その遊びをやってみたいです。ありがとうございます。まずはカードを全部を2列に並べておきましょう。そして私がカードの単文を一つ読みます。シンさんはもう一人の解説員のコウさんより、私の読み上げたカードを早く見つけて取ることができたら勝ちになります。なるほど、そうなのですね。遊びのルールが分かりました。カードの内容がよく似ていて間違いやすいですから、よく注意して聞いてくださいね。それでは始めましょう。母は私にカバンをくれます。次、いいですね。母は私にカバンを買ってくれます。最後、いいですね。母は私にカバンを貸してくれます。やった、私が勝ちました。わー、シンさんの勝ちです。これはご褒美のプレゼントです。どうぞ。ありがとうございました。いただきます。日本の五円玉ですね。嬉しいです。五円玉の意味は、シンさんと日本語を学習する素敵なご縁を表しています。実は私たちは現在、高校の応用日本語科の3年生です。日本語の学習者や教師が教室で、楽しく初級日本語を習ったり教えたりするのに役立てるため、遊びで初級日本語を学ぼうという教材を作りました。そしてその学習サイトも作りました。さっき体験されたカルタというカードゲームはその一部です。わあ、自分たちで作られたんですね。素晴らしいですね。教材には単元が8つあります。各単元にはそれぞれの学習ポイントや教材の使い方、遊びの規則などが含まれていて、手作りの面白さがいっぱいです。それからいろいろ違う遊び方でも勉強することができます。単元1はボールを投げるゲームで、職業に関する語法、言葉の使い方。単元2はビンゴゲームで、品物名称に関する使い方。単元3はカードゲームで、場所の位置に関する使い方。単元4はサイコロゲームで、動詞の知識に関する使い方。単元5は字を線で囲むゲームで、飲み物に関する使い方。単元6は人生ゲームで、場所での動作に関する使い方。単元7は日本のカルタで重要動詞に関する使い方。単元8はガチャガチャで、イケヨシとナケヨシに関する使い方が学べますよ。はい、そして電子教材としてその学習サイトも作りました。この教材を使って、いつでもどこででも携帯電話などでも語彙や文系の勉強ができます。ぜひこの教材を使って楽しく初級日本語を学んでいただきたいと思います。追加ですが、学習サイトの使い方は、まずは教材の裏にある QR コードで検索すると、簡単に You、Show、学の学習サイトが見つかります。このサイトにはそれぞれ各単元の学習ポイント、単元特色、語彙、文献のまとめ、遊びの規則、
餃子の作り方、必要な材料、道具などが含まれています。その他にご参考のため、教材と学習サイトには教材を実際に作る見本も添付しています。手作りする時間がなければ、サイトからダウンロードまたはコピーしてご利用ください。最後にはアンケート調査にご協力していただければ幸いです。この旅のイベントにいらっしゃって本当にありがとうございました。これからぜひ私たちの教材と学習サイトを利用して続けてみてくださいね。わかりました。ありがとうございました。それでは失礼します。どうもありがとうございました。以上です。ご清聴どうもありがとうございました。